特に私の方からは今日はございませんが、もし、お質問などあればお受けしたいと思います。はい、維新のところ分裂した結果からですね、まだ揉めてますけど、少なくとも参院では共産党が大変、野党大変大変、衆院でも21人で共産党と維新の党が並ぶ見通しなんですね。その感想みたいなものがあります。野党大変、今のお話は維新の党が分裂することによってね、日本共産党の、議席との関係での相対的地位が上回るけどどうかということだと思うんですよね。それでね、その件に関してはね、私たち国会の衆参のそれぞれの選挙をやってね、議席数が増えたわけでもないし、それ自身に特にね、感想ってないですけどね、はっきり言ってね。でそれは相手の党があることですしね、そのことによってさまざまなことが起きてるんでしょうけども、私たちは今言っている中心問題ですよね。と言いますのは、維新の党が戦争法、安保法制に反対する取り組みを一緒にやってきた党なわけですよね。でそれは9月の18日でしたっけ、親党プラス一会派の党首会談を行って不信任を出すという共同の取り組みをしたわけですから、その点での取り組みをね、一層を強めるために共同の努力をしたいなと。でそのことが一番の中心じゃないでしょうか。でその上で、ですから国会の勢力図が少し変わったからといって何ほどの変化があるわけでもありませんし、私たちとしては堂々と今後も議論を尽くしていくという立場に変わりはないということだと思いますが。共産党としての準備、内容や、どういう段取りで進めたのかということをちょっと先のことでしょうけど、ずいぶん先の話ですよね。戦争法廃止法案、安保法制廃止法案ということの具体化ということだと思うんですけども、それについてはね、私たちは、まず2つのことを言ってますよね。私たちが、戦争法を廃止、立憲主義を取り戻す、そういう意味での国民的な、連合政府を作ろうという呼びかけの第一の中心はですね、戦争法案を廃止するという運動をと世論を大きく高めようじゃないかということなんですよね。でそれが基本であって、法律や法案というのは、出すかどうかというよりも、そういうことの運動が大事だというのが我々の考え方なんですね。で法案それ自身で言えば、2つ目にね、じゃあどうやって出していくのかということになりますよね。それは少なくとも先ほど述べましたように、不信任を出してですね、これを法案についてはダメだと言った5野党プラス1会派、6つの党と会派ですよね、合わせて、そこで議論をしてどうするかという問題が あるんであって、でしかもそれを一つ一つ、例えば運動の節目にあたってですね、例えば私たちだけじゃなくて、みんなでやってですね、これを廃止していくという方を出していくことが望ましいと思うんですね。もちろんそれを最終的に廃止できるかどうかというのは、参議院での選挙と、遠くない時期に行われるであろう衆議院選挙、総選挙ですね、そこで自公を少数派に追い込んで、その時に私たちはそれをやるためには政府が必要だと、こういう仕掛けになってますのでね、そういうことの段取りの関係だと思いますが。
前にその法案作り、うん、そんなね、法案の準備っていうことがね主な話ではないと思うんです。それは別に廃止するっていう書きゃいいわけで、それ自身はですよ、単純に言ってね、もちろん法制局その他について調べてみる必要ありますよ。もちろんそれを廃止した場合にどこでどうぶつかってくるのかといういろんな 法上のね、さまざまな問題あるでしょう。だけどそういういわばテクニカルな問題というよりは、実際には私たちが言ったように、昨日ちょうど憲法公布の日でもありましたし、その意味で戦争法廃止の署名を始めたわけですよね。共産党もその一員を担って、そういう運動と大事であって、もし出すとしたらですね、その6つの会派での話し合いが大事だと。その2つのことがなければですね、そのテクニカルな話をして法案を書き換えれば一致な話ではないというふうに考えています。はい、さっき、衆院選が遠からずあるっておっしゃってたんですけど、近いっていうご理解。いや、いずれにしても遠からずあるでしょ。近いとは言ってないんですけど、遠からずって言って、だって皆さん方のメディアも報道されているように、1月4日のそういう国会召集ということを一つ取り沙汰されています。でそういう関係の議論の中で、この布石は、衆参同時選挙も睨んだものだという意見もあるわけでしょ。ですからそういうことを含めて遠からずあるんじゃないかと。なおかつ私たちとしては、参議院で、自民党公明党を少数派に追い込み、同時に、衆議院での少数派に追い込むことによって、戦争を廃止するという勢力による国民的な連合政権を作ろうじゃないかということを展望しているわけですから、そのことについてですね、そう近く遠くない時期にやらなければ廃止できないわけですから、そういう方向との政治方向との関係で私たちはそういうことがあり得ると考えています。はい、すぐ近いって言ってるわけじゃないんですよ。だってそのもあっちがやることですし、ただやはりもし政治戦線で言えば、普通はですよ、その私たちが今展望している参議院で過半数割れ少数に自公を戦争法推進派を少数に追い込めば、政治的には流動化してそれが衆議院選挙に近づくと、こういう理屈立てで戦ってるわけですから、そのことについて何ら展望せずにやってるわけじゃなくて、その2つの選挙を通じて政府を作ろうってことを言ってるわけですから、そのことについて掲げないっていう話にはならないと思うんですよね。大阪の選挙で自民党と一緒に戦っておられますけれども、これがその国会での野党対決に影響するということはないと思うか。まあ、今の点はあれですよね、ダブル選挙で自民党と一緒にやっているということのと国会との関係ですよね。で私たちはね、やはり大阪における維新政治、これをね、この間も私、述べましたけれども、これ以上のさばらせるわけにはいかないと、これにこうきっぱりとした審判を下して退場してもらう必要があるという立場を取っています。でその点では、この大阪で行われた都構想問題の住民投票、これをもう一度やろうというようなことを平気で言うわけでしょ、維新の。大阪の方々はそう言ってると。一回市民的にも拒否されたものでさえ平気で出してくると、こういういわば民主主義のルールをまさに踏みにじり、しかも大阪市でやってることは思想調査をはじめとした労働組合に対する弾圧的やり方だとか、いわば民主主義を踏みにじって平気でやっていると。いう暴挙に対してそれをなくそうと、正常な形に戻そうという意味での大義に基づいて私たちはやっています。
で、そのことと、まあ、合わせて言うならば、国会で言えばまた同じくですね、自民党の国会における暴挙については、それはそれ自身として戦うということだと思っています。で、それは国会活動に何らかの影響を与えるということはないと考えています。日本経済新聞の宮田と申します。TPP のことに関してなんですけれども、予算委員会でもですね、大きなテーマになってくるかと思うんですけれども、農水省なんかはあまり大きな影響がないというようなことを、結論づけるようなことも発表したりしていますが、政府・与党に対して、その対策も含めて、予算委員会等でどう正していくべきだと考えるべきなのかということとですね、野党間でもこの件についてはちょっと温度差があると思うんですけども、その野党間連携というのをこうどういうふうに模索していきたいかという点についてお考えをお聞かせください。TPP の問題ですよね、簡単に言うとね。でこの問題はね、話の塊としてはね、私3つぐらいあるんじゃないかなと思ってるんです。で、一つはその大筋合意、大筋合意というふうに、政府は強調してますよね。ところが他国の状況を見るとなかなかそうでもなさそうだという実態が、これは垣間見ることができると。でそこで、大筋合意とは何ぞやということを見ますとね、こう成文化されているわけではないと、それから調印をされているわけでもないということが今現状ですよね。したがって私たちはそういうことから言えば大筋合意とは言うけれども決着はついてないというのがね、それこそ筋の話だろうと思います。これは一つですよね。それと二つ目は影響ない、影響ないって今もお話ありましたけど、本当にそうかということですよね。でこれは重要な影響があるっていうのは農業関係でも1兆円以上のそういう影響があるという試算も出ていますし、同時に農業関係者 その農業新聞の中によりますとですね、これによって大きな影響があると、やや、しかも悪化すると、やや悪化するという意見も含めて7割を超える方々がそういう見解を述べておられますよね。したがってしかもその客観的な問題から見ますとね、重要5品目というもとでもそういう問題でも3割以上のそういう、事実上のですね、解除がやられるというようなことがあるわけでしてね。でこれで影響がないというのはね、それはあまりにもその無責任と言わなければならないと思うんですね。それともう一つ三つ目の塊としてはですね、じゃあ国会決議との関係どうなのかっていう問題だと思うんですよね。今も述べましたように重要5品目については正規としてですね、やると言っていたものすら、平気で踏みにじってしまうということですよね。したがって今の大筋合意っていう問題と、それからもう一つはじゃあなんていうんですか、それをすべてね、国会決議にもう一つありまして、国民に全部知らしめるってこうなってるわけですから、そういう意味での全容をはっきり公表してですね、審議に付すという立場が必要だということと、もう一つはやっぱり大きな影響があるっていう問題について、一つ一つ正していくっていう必要があるのと、それと国会決議に違反すると、こういう大きな塊があるんじゃないでしょうかと考えています。野党間の連携、これはね、野党間の連携というのは一つ一つのね、今言いましたように私たちとしては大筋合意とは何ぞやっていうことと、それから国民的に知らしめていく情報を開示していくっていうことは少なくとも一致してるわけですよね、国会決議で。それを自民党が踏みにじってるわけですから、その意味では共同ができるっていう可能性があると思うんですよね。でそれと今現実にどのような影響があるのかと、それは単に農業分野だけでなくて日本の社会構造、それから医療にしてもそうですし、それから建設に関係してもそうですし、さまざまな影響がありますよね。そういった影響の深さといいますか、広さといいますか、ひどさといいますか、そういったものを共有していけると私は
思ってるんですよね。そのことを踏まえながら現実としてどうやっていくのかということについては議論をすればおのずと一致点がさまざま確立できると思うんですね。そういうもとで共同していきたいと考えています。臨時国会が開かれないかもしれないという見立てがある中でですね、前々から言われていたのに重要な政府の同時じゃんけん、例えば会計検査、検査官であるとか、国会議員の空席となる可能性が高いということについて、どのように思います。で、これはね、今、国会同意人事の空白っていう問題でしょ。でこれはそれぞれの委員によってですね、その期間は認めることができるとかいろいろあったわけだけど、そうない、ならない部分になるわけじゃないですか、今回の場合は。だからその意味ではね、与党の責任が極めて重大だという一語に尽きると思いますよね。ですからね、そういうことをね、この平気でやるっていう、そこにね、その感覚にね、問題があるんであって、私たちはだから、単にその同意人事だけじゃなくってね、それはいわば第三種 の、 その、参上委員会をはじめとしたいろんなそれぞれの委員会の性格ありますよね、その性格との関係できちっと物事の理を尽くしていくということが一つと。で同時にね、そのためにまあ開かないと言ってるのはそれだけじゃないわけですから、もっと山積している問題がたくさんあるわけですから、やはり最後まで私たちはね、そんなええ加減な話せんとやね、きちんと開けということは言っていきたいと思うんですね。でしかも今私たちはそれぞれの委員会、例えば予算委員会もそうですけども、閉中審査を行えということを やりますよね。でそれを一つずつ実らせながらね、やっぱり必要じゃないかということを世論的にも高めていくということが必要だと思うんですよね。でそういう運動の過程を通じてやはりなっていくもんじゃないでしょうか。だから私たち何もこの今ね、この問題について諦めてるわけでもないし、もちろん侮ってるわけでもないんですけどね、焦らずにやっていきたいと考えています。ではこのままでよろしいですか。どうもありがとうございます。